簡単に草引きをしたところです。これはマッサンバナナの苗ですね。それで株周りですね、株周りはちょっと高くなって、それから株から遠ざかるにつれてこう低くなってますよね。それで花にストレスを与えないようにそーっと土を削って、後でまた戻そうと思ってるんですね。これはここでちょん入れていますが、これはこの高いところから出てきた根がこちら低くなるもんですから、遠ざかれば遠ざかるほど低くなっていますので潜っていっていますよね。まあ当然ですね。これらの根は今こういう程度の土をこうのけたので地上には出てきていなくてこう伸びてきたところですね。その後多分これだけではこの先で露出する可能性があるので、これをのけなければ潜っていっただろうと思います。後で土を戻してやればですね、この土の深さに応じて表面、表土よりやや下のところで根を伸ばしてくるはずですね。これなんかもそうですね。ここまでは土に隠れていましたので、このように伸びてきているわけです。このままであれば少し潜っていくでしょう。もし私が土を持ってあげたり、こういう刈り草などを積み重ねていってあげれば、その下ギリギリでですね、根を伸ばしてくるんじゃないかと思いますね。もちろんこれら表土すれすれのところで根を伸ばしているものの他にもっと深いところで何本も根を伸ばしていて、そしてこういう葉っぱを展開させているわけですね。これも隠れているところでこう伸びていた根ですね。まあ大体表土すれすれでバナナの根は伸びていって、それよりももっと下の、もっと下というのはもっと深いところでも根を伸ばしているということですね。まあこれは株をですね、ごっそり掘り上げてみればすぐわかることなんですが、まあそれは誰でも見たり、あるいは移植定植の時に行って知って、あるいは鉢植えの時に行って知っていることですから、盛土にした場合には割と表土の非常に浅いところでもう根を伸ばしてくるので、その後のケアとしてはまあできれば少しずつ浅くなんですが、土を足していってあげる、あるいはまあ、桑を使って周りからこういう周辺からですね、土寄せしてあげるというふうにしていって、根がぐーっと伸びてこれるようにですねしてあげればいいわけですね。まあ
もうちょっと深いところで伸ばしている根というのは、単なる用水分の吸収だけじゃなく、海系とというよりも、海系の上に出てきている花茎と葉身を支えて安定させるという働きもしていますね。で、表土から浅いところの浅い深さの根というのは、大体土というのは普通の場合ですよ。普通の畑などですと、表土3センチぐらいのところがかなり超えている状態になっているはずです。もうちょっと深いレベルで言うと、昔の人が言っていた三寸、地味三寸、土地の地の味、地味、あるいは地味、三寸、まあ9センチぐらい、10センチ弱ぐらいのところが最も用水分を吸収するのに大事な深度、深さなんですね。それでこういう風な根を、表土近くの根をたくさん出そうと思ったら、薄く土寄せしたり、あるいはこういう刈り草が枯れたもの、あるいは刈り草のままですね、こうマルチしてあげれば、それが積み重なってその下にバナナは根を伸ばしやすくなるわけですね。それが美味しいバナナ、あるいは美味しい作物をですね、作る栽培法の一つのコツになっているわけです。それで昨日と今朝方ちょっと雨が降ったんですが、何度も説明していますが、葉っぱが光合成しているところのこの葉っぱの表ですねに雨が落ちてきて、でこちらバナナの中心に滴り落ちていくものと、あとバナナの葉先から落ちて周辺に、雨が落ちるときに単なる雨ではなくなって溶解カルシウムなどを含んだ、まあ私の言い方では天然液肥を落とすわけですから、その落とすところに向かって浅い根が、白い浅い根がたくさん伸びていくことによって、自然が作ってくれたそういう溶解カルシウムという得がたい天然液肥、天然養分をバナナあるいは作物が吸収して、そうして成長して美味しい作物を生み出してくれるというからくりになっているわけですから、なるべく葉が受け落とす雨水というよりも、溶解カルシウムを含んだ天然液肥を再吸収させるような栽培法が望ましいわけですね。まあ、そのためには土をドカッと持ってあげて、風に耐えるような安定した立ち方をさせるとか、そういうことではなく、何回かに分けて薄く土を持っていってあげたり、クワで土寄せしたり、あるいはこういう刈った草をマルチしたり、あるいは刈っておいてこういうふうに藁みたいになったものを敷いてあげるとか、そういうお世話ですねをしてあげるのが栽培の親切というものです。もちろんいろいろな栽培法がありますけれども、まるっきりお金を使わずにバナナ苗を植えた後、雨の恵みで雨と日光、もちろん
古風自由ですから、時々吹いてくれる風とか、そういう自然現象の恵みを作物が享受できるような栽培法をしてあげるのが、作物に対する礼儀でありも、礼儀であり、また親切でもあるわけですね。まあそこをお金を使って、何肥料買って、固形肥料買って周りに撒いておけば、あとは雨がそれを溶かしてくれて、染み込んでバナナがそれを吸えば、美味しい、美味しいってどれぐらい美味しいのか知りませんが、美味しいバナナができるんだって考えるなら、まあそれはその人の考え方ですから、別に私は反対しませんが、私はそういうことをする気はないので、自然現象の恵みを最大限利用するという古式の栽培法が栽培者としての知恵だと思っていますので、それでは、まあ、あともっと深いところまでですね、こう土を削っていけばもっと根の張り方はわかるんですが、それは栽培者が各自で研究すればいいことですから、ここでそれをやってみせるつもりはありません。それをやるとこのバナナ苗に、マッサンバナナ苗にだいぶストレスをかけちゃいますんでね。これから土を戻すんですが、土とあと枯れ草のマルチを戻すんですが、その前にですね、私は借金なし大豆というのをこのバナナの周りにちょっと巻いて、まだこのマッサンバナナは大きくありませんから、小さいですから、その間、まあ秋遅くですね、収穫できる多くてもいいところの借金なし大豆というのがありますので、それを周りに巻いて、それからその借金なし大豆に覆土しながら、このバナナの土をのけた分元に戻して、もうちょっと多めに土を増してあげようと思っていますね。